大谷静香です。朝の体重測定、朝の体重は 56.5 ということで、昨日の夜の57から 500g 抜けました。で、昨日の朝から比べるとマイナス 200g で、運動です。運動、久々にパーソナルジムに行ってきました。ちょっとトレーニング中の動画はないんですが、終わった後に飲んでるプロテインの動画です。で、この日はお昼にトレーニングだったんで、何も食べずに行っちゃいました。なので、これが一食目です。はい、で、お昼ご飯です。お昼ご飯はお弁当だったんですけど、お弁当いつも残すのもったいないので、自分の食べる分だけトレーに移すことにしました。で、おにぎりもあったので、おにぎりとこのおかずたちを食べました。はい、で、その食べかけを人に渡すは渡せないんですけど、その自分の食べる分だけトレーに移したら、残ってる分マネージャーさんとかに食べてもらえるので、トレーに移して食べるのがいいかなって思ってトレーに移しました。ちなみにこのおにぎりめちゃめちゃ美味しかったです。なんかたまに出ますよね、焼肉のおにぎり。なんでレギュラー化しないんだろうって思うんですけど、ぜひ見つけたら食べてみてください。夜ご飯です。夜ご飯もお弁当なんですけど、このお弁当はおかずが少なかったので、このまま食べて、焼き鳥弁当と唐揚げがあったんですけど、唐揚げはちょっと汚いんですけれども、衣を剥いで食べさせていただきました。で、この弁当は私めちゃくちゃ好きな弁当の上位で、これのおかずだけ食べました。白米はもうお昼ご飯の時におにぎりを食べたのでっていう感じですかね。今日のご飯は特にコメントはもうありません。で、完食そうね、夜ご飯、仕事で夜ご飯食べて帰ってきて、夜やっぱお腹空いちゃったので、スープ、デリファスさんのひじきと根菜のスープかなを食べました。これもなんか、これをこの夜中お腹空いて寝た方がいいのか、こういうちょっとしたもので満たした方がいいのか、結構空腹で寝るのがきついですっていう人がいるんですけど、私は空腹で寝るより食べちゃう派です。で、久しぶりの半身浴、ちょっと久しぶりの半身浴ですね。ファンの方からいただいた入浴剤で、こういうなんか絵の具みたいな色してました。30分くらい半身浴しました。で、夜の体重測定です。夜の体重が 56.9 ということで、今日の朝の 56.5 から 400g 増えました。もうなんか毎日更新してると喋ることがなくなってきました。なので、なんかダラダラと喋っていましたが、なんとか無事今日も遅くなりましたが更新できました。皆さんはどんな一日でしたか？明日も一緒に頑張ろうね。バイバイ。